こちら浦安情報局こちらの時間です。11月7日日の出公民館の隣で新しい消防署出張所の起工式を行いました。これは新町地域の人口増加に伴い救急消防への早い対応や市全体の消防力の充実を図るために設置されるものです。新しい出張所は鉄筋コンクリート2階建てで消防車1台、救急車1台、連絡車1台、職員数23名の体制で来年の10月に開所する予定です。それでは今回のこちら浦安情報局のラインナップです。はじめに復興情報、続いて市内の出来事、スポーツで輝け、火災から街を守ろう、食卓はシェフの味、そして小中学校音楽会パート2をお送りします。では早速復興情報をお伝えします。今回もシンボルロードなどの災害復興工事工期延長のお知らせです。シンボルロードなどの災害復旧工事工期延長のお知らせです。12月27日までを予定していたシンボルロードや舞浜駅前などの災害復旧工事は工事内容の変更などにより平成26年3月25日までに延長します。シンボルロードの常設作業隊は12月下旬までに撤去し、その後は交差点内の工事を行う予定です。また現在行っている工事の交通規制に伴い特に上り車線の渋滞が激しくなっています。そのため信号をシンボルロード優先に変更しています。ご不便をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。続いて市内の出来事をご覧ください。11月2日には高須太陽の丘公園にあるテニスコートで総合型地域スポーツクラブのテニス交流団体戦、これは三宅川、高須、明美、日の出にある総合型地域スポーツクラブの指導者の育成研修と交流を深めるために行われたものです。参加したのはおよそ50人。この大会は4つのチーム、それぞれ3つのペアを作り、ダブルスのリーグ戦です。総合型地域スポーツクラブとは、人々が身近な地域でスポーツに親しむことができる新しいタイプのスポーツクラブです。子どもから高齢の方まで、さまざまなスポーツを愛好する人々が、初心者からトップレベルまで、それぞれの目的やレベルに合わせて参加できるという特徴を持っています。浦安市では2010年の10月にスポーツを通して市民一人一人が生涯にわたって心身ともに明るく健康であることを願い、生涯スポーツ健康都市を宣言しました。今回はテニスの大会ですが、それぞれのスポーツクラブでは様々なスポーツを楽しむことができます。最も基本的な運動、歩くのもよし、クラブで運動するのもよし、スポーツの秋です。健康のために体を動かしてみてはいかがでしょうか。11月3日文化の日には文化会館で浦安市民功労者表彰式、これは浦安の発展や福祉の増進、文化の振興などに貢献された方々に対し表彰を行っているものです。まずは市長の式辞。この式典は昭和41年から続いており、今回で48回目。今年は9人の方が受賞しました。これまでに表彰された方は今回の9名を含め442人、19の団体にも及びます。今回受賞されたのは自治が2人、教育文化が3人、
害福祉、消防、家庭衛生、交通安全がそれぞれ一人の方が選ばれました。受賞者の挨拶は自治の分野で受賞された平野よし子さん。受賞された9人の皆さん、おめでとうございます。11月9日には認知症メモリーウォーク千葉in浦安。これは高齢社会に突入した浦安でも認知症になっても安心して暮らし続けられる街になるようにと、一人でも多くの人に認知症のことを知ってほしいと街中を歩いての啓発活動です。参加したのはおよそ450人。合図とともにスタートです。コースは郷土博物館前の広場を出発、文化会館の前を通り境川を渡ります。桜通りを富岡方面へ進み、浦安郵便局前の交差点で折り返します。そして潮風緑道を通って境川にぶつかったら、曙橋を渡って戻ってくるというおよそ 1.5 キロのコースです。また体調に合ったコースが選べるようにと、およそ1キロと600メートルのコースも用意されました。途中にはクイズポイントを設置し、認知症についての問題が出題されました。ゴールしたらメモリーツリーに感想やメッセージを貼っていきます。そして身も心も温まる豚汁が振る舞われました。続いてはスポーツで輝け、レッツダンス。プロダンサー辻幸男さんによるリズムダンスのワンポイントアドバイスです。今日は脇を伸ばすストレッチを行いたいと思います。軽く足を開きます。右手を左の斜め上の方に伸ばします。腰のあたりから脇がしっかり伸びるようにぐーっと伸ばしていきます。次は手を真横にして、そのまま左の方に倒します。無理をせず、行かれるところまでで結構です。呼吸を止めずに、呼吸を吐きながら行ってください。はい、では脇を伸ばしたストレッチを入れたステップを行いたいと思います。まず、左にステップ。その時に、左にステップをする時に、右手を左の方に伸ばして、右足を寄せます。次に、足は同じように左にステップをしますが、その時に左手を大きく回します。ここの脇を伸ばしたように大きく回してください。はい、脇を伸ばしたステップをする時に注意する点は、このように顔の前に手が来ないように、ここを思いっきり伸ばすように、耳につけるように伸ばします。このように顔の前にこう行かないように、耳につけるように思いっきり遠くに伸ばします。これから4月頃までは空気が乾燥するのに加え、暖房器具を使用する機会が増えることから火災が起こりやすい時期になります。今月9日から15日は秋季の全国火災予防運動。これに合わせ市内の小中学生を対象に防火ポスターのコンクールが行われ、先日入賞入選作品の表彰式が行われました。応募数は小学生の部401点、中学生の部160点。審査の結果、29点の入賞入選作品が決まりました。コンクールの目的は、
子どもたちに防火の意識を高めてもらうこと。このコンクールを通して子どもたちの火災予防の意識も高まったことと思います。火災から自分や家族、そして町を守るには皆さんの普段からの防火対策が必要です。皆さん、街中でこのようなのぼりを見かけたことはありませんか？この夜間路上禁煙運動、浦安独自の市民運動なんです。そこで今回は皆さんがすぐに始められる身近な防火対策を紹介していきます。浦安はこれまでに何度も大きな火災に襲われてきました。明治13年、猫座根村から出火。北風が強く、猫座根、堀江村の東南のほとんどを焼失。2年後の明治15年、堀江村から出火。13年の大火災後、ほぼ復旧を終えた猫座根村と、堀江村の東南のほとんどを再び焼失してしまいました。これ以降、浦安の人々は、11月から翌3月まで、風が吹き込むと再び着火しやすい稲わらを燃料に使うことを禁止し、同時に火災の大きな原因となっていたタバコを夜間に路上で吸うことも禁止したのです。現在でもこの運動は続き、自治会の皆さんにより駅前でのキャンペーンのほか、夜間のパトロールが続けられています。昨年の市内の火災の原因ですが、統計を見ますと、今でもタバコが火災の原因の一番に上がっています。その他にも、コンロの火の不始末や火遊びなど、火災の原因は昔からあまり変わっていないようです。時代が変わっても、やはり私たち一人一人が火災を出さないという意識を持つことが必要ですね。火災の原因で多いのがタバコの消し忘れ。特に寝タバコ。寝タバコはタバコを吸っている間に眠りについてしまい、タバコの火が布団などに燃え移る非常に危険な行為です。布団に入ってからはタバコを吸うことはやめて、灰皿には水を入れておくなど確実に火が消えるようにし、周りに燃えやすいものを置かないようにしましょう。続いては、これから使うことが多いストーブ。浦安ではストーブによる火災は少ないようですが、今でも手軽な暖房器具として多く使われています。使い始める前に、ホコリが溜まっていたり故障していたりしないかを確認して使用してください。そして、ストーブの近くには燃えやすいものを置かないこと。例えば、ストーブで洗濯物などを乾かすことは危険です。洗濯物がストーブに触れたり、ストーブの上に落ちたりして燃え移り、火災につながります。また、ファンヒーターなど灯油を使うものは、給油の際には必ず火を消して、給油後はカートリッジの蓋がしっかり閉まっているのを確認してから使用するよう心がけてください。次はコンロ。ついうっかりの消し忘れが危険です。火にかけた鍋などのそばを離れるときは、必ず火を消すこと。揚げ物をしている途中に電話がかかってくるなど、その場を離れた結果、油が加熱して着火、火災が発生するケースが後を絶ちません。最近多くなってきた IH クッキングヒーター。安全装置が取り付けられていますが、安全装置が正常に働くように、必ず IH クッキングヒーター専用の調理器具を使うようにしましょう。火元がないところでも火災が発生しています。例えば、電気コード。コードを踏んだり、束ねたり、タコ足配線にすると、
コードが発熱して火災になることがあります。また、つなぎっぱなしのコンセントにたまったホコリが水分を含むことで火が出ることがあります。これはトラッキング現象といわれるもの。つなぎっぱなしになりがちなテレビやトイレのコンセントは定期的に掃除をし、トラッキング対策を施した商品を使うようにしましょう。続いて注意したいのが放火による火災。浦安では放火は比較的少ないのですが、平成20年には15件も発生しています。放火を防ぐには、放火をされやすい状況を作らないこと。放火の被害に遭うのは家や建物だけではありません。家の周りや駐車場には燃えやすいものを置かないようにし、ゴミは決められた日の朝に出すようにしてください。被害を最小限に抑える対策もしておきましょう。火がついても燃え広がりにくいカーテンやカーペット、寝具、エプロンなど防炎品を選びましょう。初期消火で役立つのが消火器。自治会の消火訓練などに参加して使い方を覚えておきましょう。また、使用期限が過ぎていたり錆びたりした消火器は破裂して負傷する危険があります。こうした消火器のうち、ご自宅で購入したものは有料になりますが、専門業者に処分の依頼を。また、市から貸し出しを受けたものは交換を行うようお願いします。気づかないうちに発生した火災を知らせてくれるのが火災報知器。平成16年の消防法改正により、設置と機能の維持が義務付けられた火災報知器。寝ている間や留守の時にも火災を早い段階で知らせ、設置したことにより被害を少なくし、時には命をも救ってくれます。もしまだ設置がお済みでない場合には、速やかな設置をお願いします。火災は自分や家族だけでなく、近所にも迷惑をかけてしまう恐ろしいものです。日頃から火災予防を意識しましょう。なお、消防署では、消火器や火災報知器の訪問販売は行っておりません。ご不明な点がありましたら、消防本部までお問い合わせください。さあ、続いては、食卓はシェフの味。東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート総料理長石井孝之シェフが深まる秋におすすめの温かい料理をご紹介します。調理器具はご家庭にあるものを使っていただきました。今回はハンバーグです。こちらはソースに使いますキノコです。こちらはデミグラスソース、パン粉、ナツメグ、ケチャップ、マスタード、塩。こちらは、上質な油ですね。卵と豚のひき肉、牛肉のひき肉という。こちらが今日の食材となります。それではですね、まず、ハンバーグのネタを作りますので、まず卵ですね。こちらをすべてこう混ぜていただきます。少しふんわりするために少しこう牛乳を入れます。水分を入れますとジューシーになりますので、よくこねていただきまして、手頃な大きさにですね取り分けていきます。この時に少しこう手に油をつけていただきますとお肉がくっつきませんから、中の空気を抜きます。この時少し真ん中をですね、火が入りづらいので少し押していただきますと均等に火が入ります。少し真ん中を押していただきますと膨れ上がりますので、均等に火が入りますようにできるだけフライパンを入れてください。さあ、ここで余分な油を取っていただきます。3種類のキノコですね、今日はエリンギとマイタケとマッシュルームと3種類ご用意します。
デミグラスソースを入れます。で仕上げにですね、火から下ろしていただきまして、バターを入れていただいて、ちょっとツヤが出てまいりますので、最後に小中学校音楽会パート2をご覧ください。市内18の小学校と8つの中学校が参加した浦安市小中学校音楽会。音楽に対する豊かな感性を養うとともに、音楽への意欲関心を高め、鑑賞能力や態度を育てることを目的に毎年開催しています。2回に分けての放送となったこの音楽会、今回は後半の模様をお送りします。小学校の6年生54人はベストを尽くすという目標で練習してきました。ボディーパーカッションは実行委員を中心に振り付けをしてきたそうです。103人の6年生が舞台に上がった日の出小学校は、この日のために一生懸命練習してきたそうです。今年創立30周年を迎えた富岡中学校は156人の3年生による合唱。仲間とは卒業後別々の道に進むことになるが、同じ空を見上げて頑張っていこうという思いで歌いました。美浜中学校は39人の吹奏楽部が出場。イメージを大切にして練習してきた曲の情熱的な響きを聴いてほしいと演奏しました。日の出中学校吹奏楽部は35人でレッツエンジョイミュージック、楽しもう音楽をという目標で活動しています。その成果の発表です。パワーとガッツが持ち前の入船北小学校5、6年生48人は、元気よく美しい歌声を届けたいと歌いました。6年生63人が出場した入船南小学校。昼休みや朝の自習の時間など、たくさんの時間をかけて練習してきたそうです。その成果を披露しました。
6年生が心を一つに歌ったのは高須北小学校。命の大切さや尊さを伝えようと歌いました。6年生127人の舞浜小学校、ソプラノとアルトのハーモニーがきれいに重なり合うように意識しての合唱です。南小学校の6年生165人はこの日のために毎日毎日練習をしてきたそうです。途中の渋合唱が聞きどころの歌です。6年生136人が舞台に上がりました。お揃いのシャツは最後まで諦めずにやり遂げた運動会の組体操で着たもの。全員の思いを乗せて歌いました。入船中学校吹奏楽部の45人は1958年に作られた映画の音楽を組曲にアレンジしたものを演奏しました。吹奏楽部75人の堀江中学校も映画音楽、その物語の世界へ誘うメロディーを聞かせました。46回目という歴史あるこの音楽会、それぞれの学校がそれぞれの思いで素敵な演奏や歌を披露しました。いかがでしたか。今回のこちら浦安情報局こちうら、次回は市内の出来事をはじめ自治会連合会50周年などご覧のラインナップでお送りします。いよいよ11月も後半に入ります。日中は暖かくても夜には急に冷え込むことがあるので、出かける際は風邪などひかないよう服装にも気をつけてください。それではまた。